皆さんこんにちは、マーメイドルのシオンです。今回はじゃん、2017年マーメイドルシオンの思い出ベスト5を発表したいと思います。イエーイ。じゃ早速ね、どんどんいきましょう。第5位、じゃん、キラリフェアリーテイルハリネズミが全国流通の CD になったことです。第4位、真夏の小田原の漁港でライブをしたことです。そして次は第3位なんですけども、いきますよ。第3位、じゃーん、武道館でのイベントでチュートリアル福田さんに褒めてもらったことです。どんどんいきますよ。第2位、じゃーん、幕張メッセで行われた東京コミコンのメインステージやイオン幕張店のステージに立てたことです。そして続いてはもういよいよ第1位なんですけども、皆さん何だと思いますか？ちょっとどうどうどう、もう分かってる人もねいると思うんですけど、いきますよ。第1位、じゃーん、マーメイドルのクリスマスソングが難波かずみのアイドル36号 R グランプリ裏1位を獲得したことです。やったー。なんとね、その番組終了後にタワレコの社長さんから実質1位だよねと言ってもらえたことが一番嬉しかったです。ありがとうございます。これぞマーメイドル。ありがとうございます。それではね、以上マーメイドル2017思い出ベスト5でしたけど、皆さんどうでしたか？よかった、ありがとうございます。